どうもー、ブヒケンでーす。さあ、今日も無くなっちゃったよ。作業を開始しましょう。さあ、どうするかなって話で、どうするもクソも進めなきゃなんないんですよ。でもね、昨日も言ったように、袋になってるじゃん。袋っていうのは鉄板と鉄板が重なってるんですよ。で、その中が錆びてる中ね。で、こういう状況になってるんですよ。で、ここ直すのは大したことないんですよ。引き抜いて鉄板貼って溶接してね、あそこみたいにしてりゃいいだけ。でも結局そうするとね、またここが袋になるんですけど、その中の錆っていうのを落としてやらないと、同じ症状なんですよ。症状が出るんですよ、結局。で、なおかつ新しく鉄板ペコって貼り付けたこの裏側っていうのは鉄板がむき出しになってるので、こんな濡れないじゃないですか。こんななってる濡れない、で、むき出しになってて、なおかつもう病原菌っていうものが発生してるので、絶対そこにダメージが出るんですよ。数年はいいと思いますよ。もうこのまま綺麗にペロンって塗っちゃって、オーナー様に「はいどうぞ」って渡したらね、オーナー様喜ぶと思う。いや、綺麗になりましたねって。でも持って2年ですね、またこんな風になっちゃう。っていうか、このフェンダー自体も何個かのピースになってるんで、バラせないことはないんですよね、その気になれば。でもそこまでやると正直莫大な金額になっちゃうんですよ。何回も言うんですけど、なのでちょっとどうしようかなって、せめてここやりたいんですよね、本当はね。どうしようかな。でも取れないだろうな。なんかちょっとまあやってってみます。見ていただくと分かりますよね、サビを引っぺがしたんですよ。そうすると鉄自体はまだ生きてます、全然。ここのね、袋のこの部分ってことは、この裏側、まあ外側のこいつはダメージ食らってますけど、この重なってる部分の裏側もうひどい腐った穴開いちゃってるってことはないんですよね。なあ、ほんで今ぐるぐる何て言うんですかね、もうアンダーコート今剥がしたんですけど、アンダーコートなぜか知らないけど、ここしかないんですよね。なんだろう、これは一体。アンダーコートだよな、おい。だよな。まあ、アンダーコートの上に泥が乗っかっちゃって、こんなになっちゃってるんですけどね。で、おそらくここのサビもサビを落とせば、ここはちょっと深いと思うけど、腐っちゃってなくなっちゃうことはないんですよね、ここは。多分。あ、これでサビを落とすんですけど、見てください。ほら。サビ、表面のサビ落としたんですけど、ここは腐ってないですよね。ほんで重なってる中がちょっと腐食が、まあちょっといってますよね、絶対。そうなるんだよな。これをね、今からこいつでね、削ぎ落としていくんですよ。この作業がね、それで、この、今これ新品つけてもこんなちっちゃくなっちゃったんですけど、まあすぐちっちゃくなっていっちゃうんですけど、これがね、もう、1個しかないんですよ。で、これ買うとまあまあするんですよね。でもないとできないので、そうで、またここで予算なんですよ。もうちょっと僕のね、オーナー様から預かった最初の10万円で、まあ消耗品をいろいろ買ったりなんやかんやで、で、昨日こういうね、あとインナーのゴムとかあるじゃないですか、そういうのをね注文しちゃったんですよ。全部合計で、おそらく送料とか全部込みで、2万いくらだっかな、2万5000あれば足りるぐらいなんですよ。そうするともう預かった金額のお金が残りがあと2万5000になっちゃうんですね。ほんでその中からスプリングとか、マフラーのガスケットとかフランジを買うと、もうすでに足りないぐらいなんですよね、多分。で、私が今持っている、そのオーナー様から預かったお金を抜いて、私が持ってるお金
まあ、要するに自分の生活費ですよね。それが、財布の中にあとね1万4000円ぐらいあるんですよ。だもんで、そのお金でちょっと今回これを買いに行きたいと思います。そうするしかねえんだよな。じゃないと仕事ができないんですよ。くそ、負けねえよ。今買ってきましたね。もう一個番手上のやつ。そしてまあ僕のお金もちょっと手持ちが少なかったので、最初ね2個ぐらい、まあ2個じゃ多分足んねえけど、まあとりあえず今のところは2個ぐらい買おうかななんて思ってたんですが、ちょっとオーナー様から連絡がありまして、よいしょ、あ、腰痛。そしてまあ工賃として20万を振り込んでくれるって数日前言ってたんですが、さっきの電話でなんとか動画見て、当然見てくれてるんですが、なんとか27万ぐらい集めたので、それを工賃として取っといてくださいって言われたので、いやー、ありがたいです、ありがたいです。なのでね、思いっきり買ってきましたよ。まあ、27万振り込んでいただいて、それが僕の工賃ということは、そのお金を僕はどう使おうが自由ということですよね。買わせていただきました。めちゃめちゃこれでよーし、気合入ってきちゃったよ、オーナー様。いやー本当にね、あれですね、ちょっと男を見せていただいたのでね、私もちょっとそれに少しでもお答えできるように頑張ろうと思います。でもこれは剥がすのはやめましょう。これ取っちゃうとね大事になっちゃうんでね。なのでさっき筆を買ってきたんですけど、まあできる限りちょっと飛ばして、中に錆転換剤をちょっと、ここにね多少隙間があるので、錆転換剤をちょっとペタペタ塗っていきたいと思います。本当は錆転換剤も錆表面のこういう錆を落としてからじゃないとね、あんまり使う意味はないんですが、まあ少しでもなんていうんですかね、ちょっとそういう処置を施してよしにしてもらいましょうって、そういう話もさっきオーナー様にちょっと言ったんですよ。これ取っちゃうとね、まあまあ大事になっちゃうんでつって言ったら、まあ部費検査にお任せするんで、部費検査が思う限りのことをやってくれればいいですという感じなので、その方法をちょっと取らせてもらいましょう。なので先にこっちの穴開いたとこを切開していっちゃいますね。え、ほんとね、オーナー様、お気持ちにちょっと応えるように頑張りたいです。頑張っていきます。すげえ、これ超便利超便利じゃん。はい、今切開が終わりました。中まで行ってますよね。ちょっとこの錆落としてみましょう。ね、ギリギリ死んでないんですよ。ギリギリ死んでない。ここから先はこの筆ちゃんでこう中を塗って、向こうからもですね錆転換剤をこう流し込んで、でこれを作ってやっていくしかないなっていう感じです。今塗り、ここの見えてる分とこの袋の中塗りましたね。じゃあひっくり返してやっていきましょう。はい、今裏側なるべくね頑張りましたねでついでにこっちもね、この辺とかこの辺とかさ、剥がしたとこだけ、まだこの辺は剥がしてないので、よし、そんな感じでどうするかな。全体のやつを落とす前に先にカットした方を作りますか。でそっちができたら、そうだな、うわでもな、まあまあ時間かかりそうだけど、塗ったところが、乾きましたね。黒くなってるの分かりますかね。よしよし、はい、こういう感じね。そしてよいしょ、ここの型紙を作りまして、こんなんですね。でこれを切り出していきます。
怖え、溶けちゃうよ。はい、再現できましたね。うわ、あんま触っちゃった、まあいいや。なんとかなったな、よし。うん、ここがちょっとな、もうちょっと低かったかな。まあ全然いい感じだと思います。そうですね、こういう時のコツもう一つね、ここがなんつうのかな、ここ結局ね見えなくなっちゃうとこなんですよ。うん、なんていうのかな、インナーフェンダーが重なってちょっと立ち上がるんでほぼ見えなくなる。うん、でもし例えばこういうところではなくてこういう見えるとこでこう切り抜いてパッチ貼るみたいにやりますよね。そういう時のコツなんですけど、コツっていうかね、卑怯の裏技なんですけど、なんて言ったらいいのかな、接合面を元々のところよりねちょっと低くしてやると、パテ入れるとき楽です。うん、僕はきっちり同じ面で今回ここ、まあ、見えないとこですけど同じ面できっちりつけましたけど、もしその溶接とかでね自信がないなっていう人がいたら、もともとこう接合するところをもともとの鉄板の位置よりちょっと下げればパテピッて塗っちゃうと分かんなくなりますんでね、まあ裏技っていうか、まあ卑怯な裏技ですけどね、うん、試してみてください。